皆さんこんにちは、アイリス卓球場のホッシーです。今回の動画は茅ヶ崎オープンで中村健吾選手ですね、リトルキングスの中村健吾選手、左のペンドラですね、裏面は貼っておりません。中村さんは、直接僕のことは知らないかもしれないんですけど、高校時代に関東選抜とかで自分がベンチにいる時に当たっていたので、僕は、双子ダブルスなどすごく記憶にあるなという。で、初めて対戦をしました。全国1位になったこともあるクラブですからね、リトルキングスさん。なので、まあちょっと自分も思い切ってバックハンドを振っているんですが、結構ミスも目立ってますね。で、最初の方は、バックを振ってフォアでこう合わせに行くボールが合わなくて、結構ミス待ちの戦いを僕もしてるんですけど、まあ、うまいことミスを誘えたなという印象なんですが、ちょっと攻め足りずで、なかなか点数を大きくリードすることができないというですね。で、またこの中村さんのレシーブだったりサーブが本当に際どく出るか出ないかのものが多くてですね、やっぱり打ちにくいボールでしたね。なので、こうちょっと中途半端なループドライブで攻めていってるんですけど、本当出だしの方だけですね、それが効いていたのは。だんだんそれに慣れられてしまって普通に打たれるのが増えてきます。まあ、最後のボールはちょっとアンラッキーでしたが、まあ、サーブの回転とかがちょっと悪かったですね。はい、こういうように手前に落とすボールもだんだん、待たれてきて打たれるようになってきましたね。この出るか出ないかで、まあ、ちょっと実質出てるのかな、の上回転系が非常にうまいイメージでしたね。で、まあ、試合終わってみて思ったのは、バックで取ってる部分も僕増えてくるんですけど、最初からもうちょっとバックで取っていけば取りやすかったなという感じですね。これをもうちょっと出だしの方からやっていけば、まあ、球質にも慣れていい感じにもう少し戦えたのではないかなと思います。もう最初の方はフォアでふにゃっていうこういうループばっかりで、このボールをまあ打たれ出してきてバックでレシーブするようになったんですけど、これがもうちょっと最初からできてればよかったなという感じです。この方がいいパターンにはなるんですよね。球が速くてどっち来るかっていうのが分からないですね。で、自分も反応スピードが遅くて結構打たれても返すことができないというのが多かったですね。と戦うときは、相手が下がったらバック側に詰めていくっていうのが一番おすすめの戦術ですね。で、多分これ中村さんも1セット目の時点で気づいてて、フォアに、つついたボールを強く来ないっていうのがもう完全に分かってるんですよね。やっぱり、この前の動画でもありましたが、フォアの下回転打ちっていうのがやっぱ課題ですね。ちょっとミスしてもいいから何本かは行かないといけないのかなというふうに思いました。このボールももうちょっとやっぱ浅く低く入れていかないといけないなという感じですね。バックにちょっと巻き込んでドライブをしていくのが左利きの場合は取りにくいかなと思うので、まあ、左利きと対戦する際は結構使っていただけると皆さんもいいかなと思います。
ロングのサーブが最後まで僕はやるし、ここで来た YG がもう未だに覚えてます。全く回転が分からなくて浮かしてしまう。あ、これもったいなかったなと。点ないんで少し浮いてきたボールに対してミスしてしまう。非常にもったいないミスでしたね。粘れないですね。で、倒れ込んでしまって終わりました。三田村さんにもう一歩取れるぞと言われてすいませんと謝って終わりました。ありがとうございました。